6月までのオリンピックシーズンにおいて、日本ペア史上初や最高位を連発し、見ているすべての人々に幸せを届けてくれた、りくりゅうこと、三浦璃来選手、木原龍一選手組。激動のシーズンを終え、7月からスタートする新シーズンに、期待の声が寄せられています。結成1シーズン目からコロナ禍で、大会だけでなくトレーニングにすら制限をかけられ、なかなか思うように自身らの成長を感じることができなかったという、りくりゅうの2人。しかし、その困難を2人で支え合いながら乗り切り、迎えた北京オリンピックシーズン。初戦となったチャレンジシリーズ、オータムクラシックで優勝を飾ると、勢いそのままにグランプリシリーズ2戦でもメダルを獲得。さらに、日本人同士のペアとしては初となる、グランプリシリーズへの出場権も手にするほどの急成長を見せてくれました。また、北京冬季オリンピックや世界選手権でも、日本初を連発するなど、振り返れば最高のシーズンに。その結果、これまで日本では、シングルと比べ、劣るとされてきたカップル種目に注目が集まり、その魅力に取りつかれるファンの方々が増加していました。そんな最高のシーズンを終え、現在は練習拠点のカナダ、トロントにて、新プログラムのトレーニングに励んでいるりくりゅうの2人。6月中旬には、2人の SNS にその様子が投稿されると、ファンからはその仲睦まじい様子や華麗な滑りに、期待の声が寄せられていました。6月17日に、オリンピックシーズンを締めくくる最新版の世界ランクが ISU から公表され、りくりゅうは、世界選手権後、8位だった世界ランクが、5位にランクアップ。シーズンランクも4位となっており、出場制限がかかる国々の選手たちを除けば、さらに2ランクアップに。10月下旬からスタートするグランプリシリーズは、コロナ禍に加え、ウクライナ侵攻の影響を受け、6大会中1大会の代替開催地が決まっておらず、それに伴い、どの大会にどの選手が出場するかというアサインは、例年より遅れ、7月中旬に発表されるものと見られています。様々なことが不透明な状況ですが、りくりゅうペアの新シーズンは、今年は札幌で開催される NHK 杯に出場し、全日本選手権やグランプリファイナルへの出場等を考慮すると、グランプリシリーズの初戦は、スケートアメリカかスケートカナダの、どちらかに出場と予想されます。大会やアイスショーで、見ている人々を引きつけるだけでなく、リンク外でもその仲の良さや、兄弟や親子、恋人のような関係性は、りくりゅうならではの魅力となっています。そんな二人の新シーズンへの期待も、日に日に高まっています。りくりゅうの二人は今後、7月9日にはアイスダンスの小松原夫妻組とのトークショー、そして23日からはアイスショー、ザ・アイスに出演予定となっており、7月からの新シーズンについて語り、新プログラムを披露してくれると見られています。